こんばんは、マリンです。はるかです。はい、ゴルフまずお疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったね。楽しかったね、うん、ということで今日はこの後グランピングがあるということで早速そこに行きたいと思います。めちゃめちゃ楽しい、ね、でそこでなんとバーベキューもできるということなので夜ご飯はバーベキューを食べながらグランピングを体験していきたいと思います。では早速行ってみよう。レッツゴー、レッツゴー。うわ、待って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 、すごい、ね、すごい、すごいね、うん、あれ何、あれじゃない、キャメル、キャメルちゃん、キャメルちゃん、あれね、マツベちゃん、え、めっちゃ楽しいなんだけど、かわいいやばいやばい、走りたくなっちゃうすごい、すごいよ、すごいよ、うん、なんか夜のゴルフ場って新鮮ね、やばいやばい、ウキウキした。なんか、しかもさ、うん、あれだよね、グランピング。綺麗じゃない？もうちょいいの？素敵なところに。なんか、ちょっとグランピングの概念、ちょっと変わるし、本当？うん。うん、私も、そうね、初めてだから、ちょっとドキドキしてる。楽しい。お腹空いた？お腹空いた。疲れた。緊張してたからさ、なんか。一気にお風呂入った。そうね。うん。うわ、すごい綺麗。あ、本当だ。そう、広いね。グランピング会場。すごいね。うん。ね、実際さ、ゴルフ行きたいの、めっちゃ綺麗だと思う。ね、今日でも綺麗。あ、ちょっとね。どっちでも見える、見える。すごい。すごい楽しみなんだけどね。いいな、この木の感じ。ログハウス感があるのもすごい好き。確かにそうだね、うん、大好きなの、こういうの。でも、人生こんな感じするわ。え、すごい。ちょっと私憧れなの、ドーム型のやつ。本当に、私ドーム型のやつやったことないかもしれない。本当？ずっとやりたくてやりたくて。私も憧れるよ、ね、ずっと見てた。オープン。お、オープン。ねえ、見て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 。すごい。え、見て見て見て、やばいやばい、これもすごい、これすごいね。じゃあ、お先に行ってみて。え、すごい。え、マジで？すごい、木の匂いがする。ほら、本当だ。この匂いすごい、私落ち着くんだよね。え、待って、これちょっと待って、ちょっとさ、探検しよう。探検しましょう。あ、見て、私これすごい嬉しかったの。確かにこれ、最高じゃない？え、すごい、座ってみて、うん、やばい、これ、めっちゃこれしたかった。いい、めっちゃいいじゃん。やばい、めっちゃテンション上がる。え、でもこっから、え、すごくない？見える、ね、朝さ、朝最高じゃない？朝日が入って、しかも、すごい。いや、いいね。めっちゃいいね。めちゃめちゃ楽しみなんだけど。あ、すごいわ。え、待って、いいですね、面白いね。あ、ちゃんとカーテンも。あ、一応ね。ね、そうだよね。本当にエアコンがちゃんと機能してますね。グランピングでエアコンとかない？もっとなんか蒸し暑いイメージあるよね。なんかそう、空気もこもってるしさ、夏でも絶対快適にやったり。快適だよね、あったかいし、これからの季節だってだって暖房もつくのかな、うん、いいね、快適に過ごせちゃうじゃん、ベッドもふかふかそうじゃない。疲れた、ね、いいよ、めっちゃふかふか、うわー、うん、最高、暗いですね、寝れますね。あ、これはやばい、これは、いや、これ寝ちゃう、私、ね、私も寝ちゃう、気持ちよすぎて寝ちゃう。寝ちゃうわ。え、すごくない？すごい、面白い。私、本当に初めて来たからさ、いろいろね。わ、見て、ちゃんとこういうさ、おしゃれなやつある。これ炊けるのかな、これ。なんかさ、ね、外で炊きたくない？うん、ね、ポットもあるし、なんかもう食券ずっと住めちゃうね。しかもちゃんと冷蔵庫もあるね。冷凍庫付きじゃないですか。本当だ、冷凍庫だ、ちゃんと、うん、冷蔵庫もついてて、本当住める。ね、住める、最高。じゃん、お、これは何
ですかこれは。見つけてしまいました。ちょっと何でしょうか。開けてみますか。うん、開けてみて。オープン。あー、お腹すいた。待って、バーベキューセットですよね。バーベキューセットだね、完璧。こっちはってことは、ってことはお野菜たっぷりってことは、うん、わー、はい、来たー。食べられるかな。幸せ。これは何でしょう。いや、皆さんもいっぱいだし、肉もいっぱい。あ、すごいよ、見て。じゃーん、はい、これさ、グリルで焼いたお肉を挟んで、うん、でこの野菜入れて、本当にハンバーガーができるってことだよ。最高じゃん。後でしてみようか。やりましょう。お、いや、めっちゃ楽しみ。あ、すごい。なんかあるよ。あ、すごい完璧。見て見て、作り方もちゃんと、うちわとかもある。ありがとうございます。あ、調味料もあった。あ、これでバーベキューするんだ、ね、きっと。なんかすごい軍手とかあると、なんかめちゃめちゃバーベキュー感ない。ある。すごい、え、めっちゃ本格的じゃない、ね、これは。あ、そうだね。よし、しっかりした。もっと紙皿とかだと思ってた。それね、確かに ね、うん、ね、これ持って行きましょうか。よし、早速行ってみよう、はい。すごい。道が来ないように。あ、これトイレ。え、すごいんじゃない。 お自動でした。さすが。これはすごいです。すごいね、すごいね、贅沢だね。贅沢ですね。これ、あ、はい、ありがとう。はい、イエイ、どうぞ。あ、ありがとう。はい、お邪魔します。うわー、すごい、いいね、うん、もう、うん、火つけなきゃ。まず、そうなんだよ。てか、まずそのためにこの順手たちがいるんだよ。あ、そういうことだね。見て見て、ちゃんとうちわもある。ちゃんと炭あります。はい、いけそう。うん、いけそう。よし、火ついて。お、これで燃えてくれるのかな。うん、これだけでもう、うん、いけそうだね。いけそうだね。野菜とか転げそうなものは、うん、こっちにある。ちょっとこれ休んだら火が弱くなる。でも肉とか火も落ち着いてきて第1弾が焼けたので、ここでちょっとね、ノンアルだけど乾杯をして、お茶で乾杯して早速いただきますか。はい、はい、食べましょう。食べよう。お腹すいた。お疲れ様でした。でした。今日たくさん教えてくれてありがとうございます。来てくれてありがとうね。いやいや。ではでは、乾杯。乾杯。お疲れ様。お疲れ。なんか落ち着くわ、ね、一息ついたって感じ。やっとね、一息つけたね。この子は、うん、芋もち豚、芋もち豚、芋もちのやつね。豚肩スライス、ソルト&レモンの召し上がり。なるほど。これと、あ、美味しそう。いただきます。いただきます。どう、美味しい。めっちゃ美味しい。なんかチャコールだからやっぱり、うん、そうね、うん、なんか時間かかったけど、その分美味しい。美味しい。待ちに待ったお肉すぎるね。うん、いただきます。うん、美味しいよね、うん、うんうんうん、美味しい。こんなキャンプみたいなことするのはすごい、うん、高校時代思い出す。なんかずっと一緒だったじゃん、高校から、うん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 、こうやってマリンと夜もずっと一緒、ゴルフしてさ、解散じゃなくてさ、何回ね、こうやって夜ずっといられるのすごい懐かしい、ね、懐かしい。大学入ってからはね。そうだね、お互い忙しいし、うん、美味しそうだよね。うん、そうそうね、ピーマンとか野菜系が、うん、もうちょっとだね、うん、お肉も今、うちも
いいじゃん。いい匂い。いい匂いする？うん、ハーブの匂いもね、なんかちょっとずつね、うん、ハーブがちゃんとついてきた。美味しそう。ソーセージとか、あ、この辺ひっくり返してる。そうだね、ひっくり返してる。すごい具だくさんだよ。お肉がいっぱいで幸せ。ここのお肉をね、焼けるようにしてあげたい。なるほど。ちょっと移動だな。引っ越しして、これとかさ、この辺いけるかな。そうそう、なんかね、ひっくり返してみたい。ちょっと時間かかりそうだよね、でもこれかかると思う、結構。おお、こんな感じ、こんな感じ。いいじゃん。いい感じで焼けてきた。こんがりしてきたよ、ね、もうちょっとでいけそうだね。ね、野菜も、お野菜もなんかほら、この辺ちょっとずつできてきた。ちょっとずつだね。いいね、これあと片面、いい感じ、ね、焼いたら食べれそうじゃない。食べれそう。はい、あとちょっとだと。楽しみ。こんな感じになりました。じゃあ、美味しそうだね。美味しそう。完璧だよ。幸せだね。うん、トリュフもトリュフ回れて、うん、マリンと回るのすごい、ずっと回りたいって言ってたから、うん、やっぱそれも実現できて、念願だったね。念願だった。うん、焼けてる。お、うんうんうん、火通ってるよ。しかもこれ骨付きだからピッて手でもね、かぶりつけちゃうね、うん、かぶりつけちゃう、うん、ワイルドだ。いい感じに焼けてる。うん、そのまま食べてる。あ、美味しい。美味しい。しかもハーブの、あ、めちゃめちゃハーブ効いてて、うん、もともと味付けもついてあるんだけど、このローズマリーの、うん、匂いもあって、ね、なんかもうすでにローズマリー。あとしかも炭だからスモークじゃん、うん、全然違う、美味しい。うん、ゴルフもできてグランピングもできるってさ、最高だよね。うん、ね、めちゃくちゃいいわ、うん、またね、ゴルフもそうだしグランピングもそうだし、また来れたらいいね。また来たいね。ぜひ来よう。また来よう。ちょっとまず打ちっぱなし行って。そう、私はそれで技術をまた教えていただいたり、ね、自分で、ね、バンカーとかいろいろやりたい。練習して、練習して、次はもうちょっと走らずに済むよ。でもすごい楽しかった。楽しかったよね、うん、めちゃめちゃ楽しかった。いつも打ちっぱなしばっかりやったから、ね、いい経験だよ。うん、うん、美味しい。うんうん、うん、美味しい、美味しい。うん、美味しい。